ずんだもん。次はこれね。あと、これも。さっさと買ってきてよ。時間ないんだから。つむぎちゃん、ちょっと待ってほしいのだ。さすがに買いすぎなのだ。もう、今月はお金の限界なのだ。あ、そう？ふん、それじゃ、もういいや。あとは他の男の人に買ってもらうし。その荷物、家に届けといてね。あーし、行くところあるから、また来月ね。バイバイ。つむぎちゃん、はう。つむぎちゃんは僕の彼女なのだ。いつも突然僕を呼び出して多額の買い物をさせて、その後はどこかに行ってしまう。そんな女の子なのだ。僕はつむぎちゃんが好きだけど、つむぎちゃんは僕のことをどう思っているのだろう。最近そんなことを考えてしまうのだ。付き合い始めた頃はつむぎちゃんと会える、それだけで幸せだったのに、このままでいいのだろうか。このままでいいの？ずんだもん。メタン、あんまり悪く言いたくないけど、つむぎちゃんはあなたを都合のいい ATM としか見てないんじゃないの？僕は ATM なのだ。そうよ、私には彼女があなたに愛情を持っているとはとても感じられないわ。ずんだもん、あなたの方から一度強く言ってみたら？僕は ATM じゃない、もう勝手な買い物には付き合えないって。一人の人間として大切にされたいって。うん、でもそれでつむぎちゃんに嫌われたら、僕はつむぎちゃんと別れたくないのだ。何言ってるのよ。それで別れるなんて言うような子なら別れた方がいいのよ。あなたは女性を知らなすぎるわ。つむぎちゃんの他にも世の中に女の子がたくさんいるんだからね。例えばここにも。ふえ？とにかく一度ガツンと言ってやりなさいよ。ほら、善は急げよ。わかったのだ。つむぎちゃんに電話をしてみるのだ。トゥルトゥルトゥル、トゥルトゥルトゥル。何？ずんだもん、あーし、忙しいんだけど。つむぎちゃん、少しだけ僕の話を聞いてほしいのだ。僕はもうつむぎちゃんにお金を出さないことにしたのだ。僕はつむぎちゃんとお金ではなく心でつながっていたいのだ。それでも僕と付き合ってくれるのだ。あ、そう。それじゃ別れましょう。電話もラインもブロックしとくから。じゃあね、今まで楽しかったよ。ガチャン、ツー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 。どうだった？ずんだもん。うぐうぐ、わーんわーん。つむぎちゃんに振られたのだ。最悪なのだ。何もかも終わってしまったのだ。もう生きていけないのだ。ずんだもん。わーん、わーん。ほら、落ち着いて。今日はとことん飲みましょう。付き合うわよ。うるさいのだ。元はといえばお前のせいなのだ。僕はつむぎちゃんと時々会えるだけで幸せだったのに、メタンがその幸せを壊したのだ。どうしてくれるのだ。全部メタンのせいなのだ。済んだもん、ごめんなさい。ごめんで済んだら警察はいらないのだ。責任を取るのだ。済んだもん、私じゃダメなのかな。ふえ、私はつむぎちゃんみたいに若くないし可愛くないけど、でも、つむぎちゃんより、あなたのことを大切に思ってる。あなたのことを、一人の人間として、大切にできると思う。ずんだもん、私と、付き合ってみるの、ダメかな。メタン。ずんだもん。ははは。返事は、すぐじゃなくて、いいからね。
嫌なら断っても全然いいし、私もこの年だからそういうのも慣れてるし、そしたらまたただの飲み友達に戻ればいいだけだし、私そういうの引きずらないから。メタン、ごめん、なのだ。少し時間が欲しいのだ。今日はもう帰るのだ。そう、さよなら、なのだ。またね、ズンダモン。はあ、心の整理がつかないのだ。つむぎちゃんに振られて、メタンに告られて、これから僕はどうすればいいのだ。うわ、危ない。きゃー、しまったのだ、人を跳ねてしまったのだ。しかも飲酒運転なのだ、大変なことになったのだ。君、大丈夫なのだ？怪我はないのだ？うん、あいたたた。はぁ、君は？あなたは、ズン君？ズン君だよね。高校の時に付き合っていた元彼のズン君だよね。私の初めてをもらってくれたズン君だよね。ハウちゃん。会いたかった。ずっと会いたかったよ。とにかく、ここはまずいのだ。警察を呼ばれているかもしれないのだ。一旦、僕の家に行くのだ。ズン君の家、嬉しい。こうして、運命の歯車は、音を立てて回り出したのだ。つむぎ、メタン、ハウ。一体、これから、どうなってしまうのだ？